効果が終わるところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。もちろん遊びますよ。パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。嘘をつく子は悪い機械生命体になっちゃいますよ。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材は今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。なんだこれ、機械生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。ああ、エイトゥーさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。これで全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エイトゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場跡地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。大丈夫かパスカル。ああ、エイトゥーさん、一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。一体どうして私たちが狙われるんでしょう。考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃキリがないぞ。エイトゥーさん、私に考えがあります。しばらく時間を稼いでみてください。大型兵器まで。
するのか。エイトゥーさん、ここは私が。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認。ハッキングによる記憶回路の切断を実行。ポット、パスカルの記憶を。了解。記憶消去プロセス開始。記憶消去終了。再起動タイマーをセット完了。パスカル。